えー、今回ですね「ぶっこみの卓」第8巻についてちょっと読んだんで感想をね申し上げたいと思いますけども多分ね私がね10代の頃にこの「ぶっこみの卓」をもう疲れちゃってね読まなくなったのはこの8巻ぐらいだったんですよ。まあ、というのがまあわかるんですよいじめられっ子の卓ちゃんっていう主人公がねあのたまたま知り合った爆音小僧のあなんですかね相、まあ、川君だったかな。うん なんかそうそういうのにね気に入られてうん、なんか仲良くなって何となく暴走族になっていくってのは分かるんですけども脈絡がないというかねなんかねストーリーリとしては何が起きてるのかはっきり言って分からないんですよただなんか次から次へと怖そうな人が出てきてなんか死んないけども喧嘩をしてバイクはほとんど描かれずにバイクに乗ってるような表情だけが出てきて。 まあなんせね、小回りがね、アップばっかりなんですよね。だから全体像が全くつかめない。距離感とか立体感とかつかめないんですよ。で、背景もほとんど書かれてないんですよね、背景も。だからどこで何が起きてるのかっていうのは、セリフで読み取るしかなくって、まあそれが独特の世界観なのかもしれませんけどね。確かにバイクとか書くのめんどくさいですしね。背景もめんどくさいんで、なんとも言えないんですけども。で、出てくる人はこうやって、もう、 隅から隅までで悪そうな人ばっかりででストーリーも伏線ばっかり出てきて全くの回収がないんでね何ともつまらんなと思って読まなくなったのが八巻なんですよ。でその中で暴走族とか走り屋の中で正人とか何とかいうね憧れみんなが憧れるようなカリスマみたいな人が事故で死んじゃうんですよね。っていう回想シーンがたびたび出てくるんですよ。でその人が あ生前言っていたスピードの向こう側みたいな言葉がキーワードとなってこの物語の中央を作ってるんですけどもスピードの,の向,こ向こう側って当時からね大したセリフじゃねえなと思ったんですけどもまあでもファンの方はその言葉が結構好きみたいで私はファンじゃなくなってきたんでもう八巻で挫折したっていうか離れていったっていうところなんですよね、うん、まあでもね全体通じて見てみるとこの頃まだね暴走族を主人公にした漫画があって それからしばらくして亡くなっていったのかなと思うところですね。当時はカメレオンっていうね、あの別でまたレビューする漫画と、このぶっこみのタクっていうのと、あと暴走族といえばね、GTO、グレート・ティーチャー・オニーズカ、これはまあドラマ化されましたけども、それの前段階の湘南純愛組っていうね、とてもアニメにはなんないだろうと思っていたあの作品ですね。アデ姿、純情ボーイみたいなね。 え前作品もありましたけどもあの方もちょっとね絵が独特というかまだこの当時は下手だったっていうんですかね、うん、でもそれがなんかねマガジンの味だったんですよ完成されてない絵っていうのがで完成されないまんまその絵が特徴になってしまって今ではこうやってすごく懐かしいっていうかね、うんまあ、中古でもブック目のタクティあんまり見なくなっちゃったような気がします、うん、でも一体これ何だったんでしょうねっていうか八巻以降読んでないんで あの何だったのか分からないのは当たり前なんでねこれから9巻10巻と読み進めていこうかと思いますそれじゃあ6組の作8巻のレビューとも言えないようなレビューでございました